はい、それでは大商人の指南、あ、これですね、10月度の、甲府商代会の見切りと。ではこれを拝読させていただきつつ、この決意をまた新たにしていきたいと思います。皆さんおはようございます。皆さんには10月度の甲府商代会にあたりまして、多数のご参加誠にご苦労様でございます。本年もいよいよ10月に入りましたが、皆様には相続一致、遺体同心して日夜嚼福請願達成へ向けてご精進のことと思います。まあもうここはね、さすがに省きますよ。もうとにかく口癖のように言われてるこの相続一致ですから、これは今度は、そうそう、私たちは新しいテーマですね、この8日にお迎えいたしますところの新しい妙相寺五代住職、落合尊福氏、聞いてみたらまだ50代だそうですね。もう65ぐらいいってんじゃないかと思ったら、ね、なんかそんな雰囲気でしたけどね。まああれですよね、宗門長いですからね、少年得度、もう家系からしてもご僧侶の家系の方だから、まあ、そういう意味できっと貫禄があるってことですかね。50代でご住職と同じ、ほぼ同じ年ですよね、石岡ご住職と。で、まあ、この落合ご尊父 ご尊神とともに相続一致していくと。で、大事なことはやっぱり今までこうであったっていうことはもうどんどん払拭していく、新しいご住職がもうこうであると仰せになった場合には、まあ道理と、いろんな現状は申し上げてね、それはそのご住職も現状がわからないで基本形としてはこうですよって言われる場合がありますから、でもちょっと現状ではこうでこういう状況なんで、その辺少し ご配慮いただけますかとか、再考していただけますかっていうことがあったとしても、それをご住職がしっかりお考えになって、いやしかしそれはこうですよって言われたら、もうそれパッて標準化していくと。いつまでもいやでも石岡ご住職の時こうだったとか、それを絶対引きずっちゃいけないんですね。それがこの相続のけじめの大事なところです。まあそれはもう自分も心して感じないですけどね。